肩麻痺の方向で膝が問題になることって結構多いですよね。でもこれなかなかうまく改善できない。膝は難しいので大事なポイントがあるんですが、みんな意外と知らないんですよね。今回は実技動画を交えて分かりやすく解説していきたいと思います。内容はこんな感じになっていて、まず肩麻痺の膝はっていうところと、伸びない膝はなぜっていうところを詳しく解説してから、実技動画膝に対する介入方法っていうのをお伝えしていきます。フルバージョンはメンバーシップ限定になってますので、よかったら概要欄の方からぜひご覧ください。肩麻痺の方の歩行で膝が問題になることっていうのはとても多いですよね。脳卒中肩麻痺では下肢伸展パターン優位になることが多くて、まあ、膝が硬く曲がりにくいっていうことが結構あるんですよ。スティフニーゲイトって聞いたことありますよね、まあ、要は硬い膝の歩き方っていう意味で、グッと力が入りすぎてしまうと、まあ、こちらの文献にもね記載されているんですけれども、このスティフニーゲイトって原因はいろいろと考えられますが、大腿直筋の下反射がスティフニーゲイトと相関がある。つまり大腿直筋の下反射が強いほど歩行中の膝が硬くて曲がらなくなっちゃうってことなんですよ。で、歩行中に膝が曲がらなくなる人って多いですよね。で、その多くは大腿直筋の筋緊張が高かったりとか、まあ、下反射が起きてたりするわけです。で、そうすると膝が曲がらなくて突っ張るような動きをしてしまい、例えばクリアランスの不良につながったりとか、分回し歩行につながったりしちゃうんですよね。スティフニーゲートとは、これまでは立脚層での安定性を向上させるために随的に大腿四頭筋の活動が強くなる、つまり突っ張ることで真四足の支持性を担保する、でその突っ張りをプレスウィングでうまく弛緩できないから生じちゃってるんじゃないかと考えられてきたんですよね、まあ、つまりこの辺の話ですよね。立脚期で真四足の支持性を得るためには、随意的に大腿四頭筋の活動が強まっているのではないかと。そしてだからこそこの後のここのフェーズで弛緩できなくて、つまりプレスイングで膝が曲がらなくてスティフニーゲートになってしまっているのではないかと、まあ、ある意味随意的なコントロールの問題だと考えられていたわけですね、今までは。ただ今回の文献ではそうではなくて、脊髄反射の興奮性が関わっているっていうことが示唆されたと、まあ、つまり大腿直筋の下反射がスティフニーゲートと相関があるっていうわけです、まあ、実際に今回の文献でも誘脚期の膝関節屈曲角度の減少、これと相関があったのは立脚後期の大腿直筋の下反射だったとされています。まあ、随意的に曲げ伸ばしが難しくなっているのではなくて、脊髄反射の興奮性によって膝が曲がりにくくなって、まあ、だからスティフニーゲートになるっていうことですね。だから随意的に膝の曲げ伸ばしをする練習を繰り返してもなかなか改善しない可能性があるってことがまあわかるわけですよね。まあ、そもそも肩麻痺の膝に対する介入ってのはとても難しいです。今回のスティフニーゲート以外にもいろいろと膝が問題になる方向っていうのはあります。まあ、例えば膝折れであったり半長膝であったりね、でそういった歩行の中で生じる膝の問題っていうのは、まあ、肩麻痺の方はとても多いですよね。そして脊髄反射などが絡んでくると、より徒手的に改善っていうのが、まあ、難しくなってくると。だからといって徒手的に行うことが意味がないわけではなく、まあ、この後紹介する実技動画の中では膝の基本的な動かし方から膝のリリースを紹介していますが、そういったものも効果がないわけではないし、まあ、実際に臨床の中でも膝に対する徒手的な介入で良くなるケースもあります。まあ、もちろん難しいケースもありますが、ただ膝に対しては介入した方がいいと僕は思っていて、例えばねバックニーをずっと長年繰り返して歩行していると、まあ、膝周囲の組織が緩んでしまったりとか痛みにつながってしまうっていうことが多くあります。でそういった部分をできるだけ改善していくためにも、どう考えてどう介入するかを知っておくっていうのは必要だと思います。また膝の構成体がそもそも硬くなりやすい部分があるっていう特徴もあるんですよ。例えば膝外科脂肪体っていう組織がありますよね、まあ、ここは本当に硬くなりやすくて膝の可動性にも痛みにも影響したりします。でこれに対するねリリースを実技動画では紹介してるんですけれども、こういった硬い部分が膝の動きに影響してしまうっていうことは多くあるんですよね。特に肩麻痺の方は硬くなってるケース多くあります。そもそも随意的にコントロールが難しい膝。股関節と側関節の間にある関節を
髄性が障害されている状態でコントロールするっていうのは、まあ、かなり大変なんですよね。でそれに加えて膝が動かしにくい状態だったら、それは異常歩行ね、そういうパターンになってしまったりしますよ。だからまず動かしやすい膝の状態にしておくっていうのも PT にできることかなと思います。そのあたりもですね、この後の実技動画で詳しく解説していきたいと思います。はい、というわけで早速実技動画やっていきたいと思いますが、今回は肩麻痺の方の膝に対する介入ですよね。で、まあ、スティフニーゲートとか、まあ、膝折れとか半長膝とかね、まあ、いろいろとこう肩麻痺の異常歩行ってありますが、まあ、その前にですね、そもそも膝が動きにくい状態だと、まあ、これなかなか歩きにくくて、まあ、こう膝のね異常歩行が出やすくなってしまうわけですよね。なのでまずは動きやすい膝をね、まず作っていくっていうのがとても大事じゃないですか。なのでその動かし方とかやり方っていうところを今回実技動画を交えて紹介していきたいと思います。膝の動かし方って意外とね、みんなねこう分かってない人もいたりするので、まあ、その辺のポイントも含めてね紹介していきたいと思います。でまずこれ早速なんですけれども、この内側部分ですね、膝のここがとても硬くなりやすい人多いので、で膝伸びきらない人多いじゃないですか、肩麻痺の方でね。なのでここリリースしていきます。でこれどういう風にやってるかっていうと、こうまず内側のハムストリングスをね、僕左手で触診しています。軽く外しています。それと右手では、内側皮腹筋の内側頭ですね、ここを外して、伸ばすと同時にその2つの筋肉を少し引き離すような方向に動かすわけです。このような感じですね。で曲げて伸ばす、これが結構ねリリースになってるんですよ。ここの内側のハムと